はい、うちも15年ぐらい前に警察呼びました神経系の病気をお持ちの方で料金で揉めて店内で暴れて従業員2人に暴力を振ったまあ振っても、まあ、怪我はなかったんで出勤にしましたこれ刑事事件にしてね暴力行為っていうことになるとねあのその暴力した方罰金多分ね10万か20万ねポンとくるんだよね これ刑事事件にするとねまあ、裁判見たくなってね罰金20万ってね暴力不倒に出るんだよね来るんだよね前科がつくつかない関係なくね確か罰金来たと思った罰金払えないときはね1日1万円だったかなだから20日間のなんどっかに交留いやもうちょっとあれかな1日5000円ぐらいかななんかねその金額に応じて交留どっかに刑務所かどっか入れられちゃうんだよね だから神経系の病気持ってるね、まあ、これ、しょうがないって言えばしょうがないけどね、その親とか身内、こういうのにね、学習させるために刑事事件にしちゃってもいいんだけどね、あのちょっと面倒くさいけどね、あと、救急車騒動もありました、ま芝、あ、ちゃんちもね、いろいろあるね、うちはとりあえずね、平和で何もねえな、近所のおばさん呼んだぐらいで、あの酔っ払いでね、トマトセブンさんね、あのコメント返しね、パトカー事件ね、私と男性スタッフが出た時に起きましたって、女性1人で置いといたら、 なんかバカにして困らせてやろうと思ったってほんでめちゃくちゃにカットされたってそんで暴力団を連れてきて店を叩き潰すって言ってるってこれ今だったらもう完全に暴力行為だよね言葉による傷害罪の成立だよね今ね煽り運転も成立しちゃうんだからね まあでも警察呼ぶのはねこれはもうすぐに警察だよねああそういうチンピラ相手だからねもう警察すぐ呼ぶっつうのはねこれ正解だよねそのお客が家に帰って電話してきて暴力団連れて行って店叩き潰すこれはそのお客が家に帰って暴力団事務所に電話してこれから暴力団連れてくるみたいなことを言ったんだろうねこれ暴力団多分携帯電話持ってなかったんだろうね当時ね <laughs> そのお客が家に帰って電話してきてって書いてあるけど、これは家に帰って電話して暴力団連れてくんぞ、おめえって脅かしたんだろうね、携帯電話持ってなかったから、多分そういう意味だと思うよ、これ。怖いよね、いろんなお客さんもいるからね、これでもね、ちょっと中立的な立場から見ると、そのおとなしい女の子さ、静かで控えめな女性スタッフでしょ、この子さ、その割には手が早かったんじゃない手つきがパサパサパサ,パサって。 あのお店で一番早いカットする子とか、女の子の手が早い子っていうのは、とんでもなく、ね、早いからね、パサパサってやって、パッと終わらしちゃうってうの、その速さに対してむ、めちゃくちゃとか言ったんじゃないかなって気がするけど、これ、トマトセブンさん、どうなんだろうね、その当時思い出して、事実知ってんのは、まあ、トマトセブンの、ね、先生だけだからね、これ、どうなんだろうね、まあ、自分も、ね、手が遅くなくね、ぱさぱさって早い方だから、まあ、ちょっとこういうのはよく、ね、感じるね。自分も、ね、手が早くてて、ねまあ、結構損してる面 だったかんね。まあそういう風に見られてたかもしれないよね。でお客さんの民度っていうのがあるからね。こううちの方の埼玉市はそんな変な人いないからね問題がなかったけどね。はい、とりあえずお疲れ様でした。